デビルレイズ時代のデュークスイライジャデビット・デュークスは MLB の元がイヤシュ、ウトウミギウチ。アメリカ合衆国フロリダ州ホームステッド出身。現在はフライ・エリーの名でラッパーとして活動している。12歳の時に父親が殺人事件を起こして逮捕、収監され、その後は母子家庭で育つ。高校時代はアメリカンフットボールで 全米屈指のラインバッカーとして鳴らしていた。卒業後は、アメリカンフットボールの小学生として、ノースカロライナ州立大学への進学が決まっていたが、2002年6月4日、タンパベイデビルレーズから30目で、ドラフト指名を受け、8月21日契約が成立し、プロ入り。プロ1年目の2003年、A 級において、 打撃成績は平凡ながら33盗塁をマーク、スピードがあることを証明する。翌2004年は A 級と A 級通算で101試合打率、313出塁率、385オプス、87430盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、シーズン終了後、チーム内の有望株リストで7位にランクされ、ベストアスリートにも選出された。 2005年は A 級にステップアップし120試合出場。2006年は AA、A、級にステップアップし80試合に出場。それぞれ好成績を上げ、シーズン終了後、チーム内の有望株リストで5位と6位にランクされ、3年連続でベストアスリートに選出されるなど、マイナーリーグにおいて着実にキャリアを積み重ねる。 プロ5年目の2007年は開幕ロースター入りを果たし、4月2日の開幕戦においてメジャーデビュー。8番打者、中堅守でスタメン出場し、初打席初本塁打でデビューを飾った。2日後の試合でもスタンドにホームランを叩き込み、波ではない素質を大いにアピールした。4月26日からはもっぱら1.2番打者として起用されることが多くなったが、 打率は1割台、投塁成功率は33%と低迷。ルーキーイヤーの52試合で2桁本塁打を放った、パワーやボールの見極めのうまさなど光るものもあったが、6月19日を最後に姿を消し、マイナーですらプレーせずにシーズンを終えた。同年12月3日、クレン・ギブソン投手とのトレードが成立し、ナショナルズに移籍。二千八年一月十五日、 一年間の契約延長が成立。2009年は初めて100試合以上に出場したものの、成績は完全に伸び悩み、本塁打はメジャー3年目にして初の1桁。盗塁も失敗が目立った。2010年3月17日、突如ナショナルズを解雇される。リゾー GM はあくまで野球の成績で判断して、 デュークスを解雇したと説明し、トラブルの存在は否定した。しかし、その一方で、これでクラブハウスはより一体化するだろうとも語った。6月に独立リーグのニューアークベアーズと契約したが、間もなく退団した。2011年2月、ラッパーに転身をすることを明らかにした。元チームメイトのデルモン・ヤングと、同程度の高評価を得ている逸材。 ベースボールアメリカ史の有望株リストでは2007年版79位にランクされている。スピードパワー、選球眼が武器。真面目に取り組めば将来的には30本類が30盗塁も期待されるプレイヤーだと期待されていた。マイナー4年間の通算成績は打率284、出塁率370オプス824、 少年時代から暴力行為などで何度となく逮捕されている MLB 屈指のトラブルメーカーである。泥沼の女性問題も抱えており、4人の女性との間に少なくとも5人の子供を儲けている。父親が収監された翌年の1997年9月29日、当時13歳のデュークスは暴力事件を起こしてタンパ死刑に初めて逮捕された。翌年にも 暴力行為で逮捕されている。2003年12月には1ヶ月で2度逮捕されている。12月8日、男児を出産したばかりの妻に暴力を振るったとして、傷害容疑で逮捕されると、25日には交通違反を、接止しようとした警官に暴言を吐いた上に逃走を、桑わだけ公務執行妨害で逮捕された。最終的には、 どちらの事件も不起訴処分とされている。2004年10月12日にも暴力事件を起こしたが、最終的には不起訴処分とされた。しかし、翌2005年1月18日にまたしても暴力事件を起こして逮捕され、裁判で執行猶予1年、罰金549ドルの判決を受けている。2006年8月には首脳陣との衝突が原因で、 チームから無期限出場停止処分を食らった。それまではトリプル A で80試合に出場し、打率293.10本類が50打点、9盗塁というハイレベルな数字を上げてはいた。翌2007年も1月に大麻所持で逮捕され、別居中の家族を脅迫するなど、私生活でも不貧困が目立ち、ロースター除外の処分を受けマイナー降格。オフに向け、 ウィンターリーグ参加予定であったが9月にまたも大魔所持が発覚と1年間に3度も逮捕される失態を犯した。2008年から所属したナショナルズはデュークスに怒りを抑える訓練を施し元警察官を球団特別補佐官として雇いデュークスの行動を常時監視させた。その会いあってナショナルズ時代には目立ったトラブルはなかったが2010年3月に 突然解雇された。球団が発表した解雇の理由には、釈然としない部分も多く、何らかのトラブルがあったという見方も根強かった。後に、マリファナをめぐるトラブルが解雇の原因だったことが判明した。2010年11月1日、養育費未納で担保死刑に逮捕される。同年、デュークスは、 合計3人の女性に対して14万3000ドルの支払い義務を負っていた。2011年3月4日、妊娠中の元交際相手の顔面を殴打したとして、暴行容疑で逮捕された。4月24日には、無免許運転で逮捕。ありがとうございます。